熊沢徹は埼玉県新座市出身の元プロ野球選手。戸籍上の名前は平仮名の徹であったが、ドラフト会議直前に熊沢東女流の字を当て、選手時代はその名前を名乗った。所沢商工時代に通算52本塁打を記録。超高校級と騒がれ、1991年度ドラフト会議にて、 西武ライオンズから3位指名を受けて入団するも、1998年に現役を引退するまでの7年間で一軍出場はなかった。高校の同期生には小畑康二がいた。引退後は同級団の二軍の用具係兼、サブマネージャーを担当。独学の運動動作やトレーニング方法を松井和夫に教えた。その結果松井に本類が飛び出し、 二人の関係は、より密になっていった。2008年より一軍打撃コーチ補佐として西部に、復帰し、リーグ優勝、日本一に貢献した。2009年は二軍打撃コーチ。2010年は二軍、守備走塁コーチ。2011年は一軍、打撃コーチ補佐を務めた。2011年シーズンオフに退団。 2013年秋にある球団からコーチの要請があったが故事。現在は埼玉県入間市の入間ショッピングプラザサイオス内で野球塾リアルベースボールアカデミーを経営。指導に当たっている。また埼玉県入間市で整骨院の院長をしている。西部コーチ時代に教えを受けた栗山匠や浅村坂とは熊沢の後押しが大きかったと振り返っている。 このように、一軍出場が皆無にもかかわらず、温厚な人柄から、選手からの信頼は厚かった。熊沢当著流に関するカテゴリー。ありがとうございます。